曜日よくなるスニーカーを見かけってことでバスケットマンですってことで、今日はですね、私好みのお店を発見したんですよ。今年の1月にオープンした東中にある月光さんなんですけども、ここすごいです。僕ね、やっぱタイに行きたかったんですよ。タイに、タイは今ヴィンテージすごいんですけども、ヴィンテージ以外もなんか今の昔のブート、今のブートみたいな感じでジョーダンとかロードマンとか NBA の昔のラップティーのなんかその、まあ、現行品みたいのが売ってるんですけど、あれあったら欲しいなってずっと思ってたら、そこから買い付けてるお店を見つけたんですよ。ここ、はい、これインスタグラムの方はですね、概要欄で貼っときますので、ぜひチェックしてみてくださいってことで、もうここ見えますよね。すごいですよ、ここ。はい、ドンと。ロドマン。ロドマン。はい、ここ、もうジョーダン。もうね、完全に昔のラップティーをそのまま原稿にした感じで、クソかっこいいんですよ。これ見てくださいよ。これ欲しいっすよね。いやー、かっこいいなー。ありえないぐらいかっこいい。ね、これめちゃくちゃかっこよくないですか。まあ、マイク・タイソンもいいですしね、この辺もね。ね、アイスキューブもいるよ。いやー、でね、タイはね、デニムとかデニムジャケットも結構あるんですけど、それも今もう夏仕様になってるから、あの T シャツになってるんですけども、冬は冬であるらしいんですよ。だからちょっと履いたやん、デニム超かっこいいんですよ、デニムジャケット。タイの行ってるなんかヴィンテージの YouTuber さんたちの動画見ると、なかなかかっこいいものがあるんですけど、東京でも買えますね、この東中のゲッコさん。ちょっと見てきたら、これ裏とかどうなってんのかな。あ、ちょっと道裏ちょっと開けてもらっていいでしょ。いやー、これやばいじゃない、かっこいいよ、ロッドマンね。タグはね、受けますね、ブートレグ T、 ブートレグオールドスクール1980ってことで、もうブートレグ T っていうの書いちゃってますね。すごい。で、裏はボン。いや、これ活かしてないで、多分現行品なんだけど、 T シャツはヴィンテージっぽい感じの、あの生地感ですね。いや、これは活かしてるわ、めちゃくちゃかっこいいね。ちょ、他もちょ裏見たいな。ちょっと、うわー、裏かっこいいな。ちょっとどうしようかな、撮ろう、撮ってもらおうかな。よいしょ。あれ、ってね、あ、難しいね、こういうの苦手なんだけど、あ、よくしようかなと。いやー、すごい、ちょっと撮りたいよね、撮れないよね、ちょっと撮っていいかなって。はい、ってことで撮ってもらいました、撮ってもらいました。見ようよ、見ようよ、すごいよ。あー、やっぱり今話聞いたら、わざとヴィンテージっぽい生地を使ってるみたいなんですよね。これ、僕もこのね、トレーナーね、持ってるんですよ、パロディーのやつを。めちゃくちゃかっこいいですね。やっぱこういうのって大体表しかやっぱプリントされてないんですけど、裏。はい！いやー、かっこいい！ 13 履いてる！めちゃくちゃかっこいい！何これ、やばっ。いや、こういうなんかパロディ、ブート、ちょっとよくわかんないけど、俺待ってましたよ、こういうの。ね、やばくない？いや、かっこいいわ、これ。かっこいいわ。じゃあ、ちょっと、こっちも見てみようかな。こっちも、ジョーダンですね。グロアランドとかにもね、たまにこういうのあんだよね、海外買い付け品。ね、高いんだよね。かっこいいな。あ、あれ？タルテックスだ。あ、わざとタルテックスの、もしかしたらボディ使ってるんだな、これ。ヴィンテージっぽく見せるために。あ、タイでもよくあるんですけど、タルテックスボディを使ってるからってヴィンテージだと思って買うと、実は現行品だったみたいな、結構あるんですよね。現行品っていうか、まあ、フェイクだったみたいな。こういうラップティー昔あるんですけど、まあ本物だったらもう6万とか7万とかしちゃうんですけどね、タルテックスだからって言ってね。でも、あ、でもすげえかっけえ、かっこよすぎるよ、これは。何これ、すごいな。さっきのブートレグだったけど、こっちのロドも見てるから。いや、よいしょよいしょよいしょ。あ、これはブートレグのタグだね。いや、凛々しすぎるでしょ、ロドマン。ちょっと見てよ、凛々しすぎるな。ちょっとウェイドにも見えちゃうね、すごいわ。はい、来た。うわー、2パック風だね、これ。
バッドボーイ、ピストンズ時代のこと言ってるのか、91だから。そうだね。いやーかっこいいな、ロドマン。いやーイケメンすぎるだろう、すごいわ。いやすごい、かっこいいわ。これ多分このマイク・タイソンとかもなんかそんな感じなんだろう。ちょっとタイソンも見てみようかな、ね。なるほどね、ちょっとタイソンも見てみましょう。僕はあんまりマイク・タイソン系とか買わないんですけど、ちょっと見てみようかな、タイソン。いやかっこいいね、シュプリームもね使ってるぐらいだからね。で裏かっこいいね、やば。本当は当時のラップティーな感じで作ってるのがすごいな、これ。いやー、わかんない人は騙されちゃいますね。さっきのタルテックスのボディがあったように、結構さ、すごいわ。これは熱い、すごい熱いお店を私は見つけました。めちゃくちゃかっこいいですね。で店内はですね、結構先ほど出したんですけど、まあいろんな T シャツねこうあったりとかしてて、はい、こういう感じで、そんなに大きい店ではないんですけど、たまたまインスタグラムに行けて、うわ何この店と思って来てみたら、やばいやばい、ほんと半端ねえ店でしたね、これはいかつい。はい、ということでですね、いやーかっこいい、わかんないですよ、わかんないですね、本当に言われないと。ってことで熱いお店を今回発見しましたので、また次回の動画でお会いしましょう。 See you next game。